ガイスパイナザンテキョンとね、ご報告があります。お父さんと一緒に暮らすことになりました。で、何なのかというと、まあ英語を学びたいっていうことで僕はイギリス留学するんですが、まあお父さんの家に住まわせてもらって、勉強していきたいと思います。なんで必然的に、動画投稿がもうできません。あの、以前はしてたんですが、動画投稿と学業を専念してたら、学業と両立してたら、勉強は全くできなくて、YouTube も集中できなかったんですよね。なので、もうどっちかに専念しないと僕はもうダメだなと思って、一旦 YouTube をやめさせてもらいます。で、僕のお父さんは、どんな人かというと、僕が小学1年生の秋に、発情して、で、それから14年ぐらい会ってなかったんですが、僕が高校生の頃に、お母さんに、僕英語学びたいからイギリス行きたいって言ったら、まあ、お父さんのところで学んでいったらいいんじゃないのって言われて、まあ、14年ぶりに、まあ、会ったんですよね。僕は当時18歳の時に。で、会った第一印象が、まあなんかすごいホームレスみたいな生活してて、まあ印象じゃないですよね。生活とかしてて、まあ仕事もしてなくて、でなんか、バーとかで女性とかにね、お金ないのになんかおごったりして、で、タッチションとかもして、まあすごいショックだったんですよね。はい。で、仕事もしてなかったんですよ。さっき言ったかわかんないですけど。なんかその場その場の仕事しかしてなくて、なのに女性にもおごるっていうね。じゃあ14年間なんで養育費も仕送りもなかったんだっていうことで、当時僕が18歳の時はすごいショックで、デンマーク本当はもっとね、半年とか1年ぐらいいたかったんですが、まあ1ヶ月で、帰りました。で、ちょっと、まあいろいろあって、まあ、Facebook も、その時は友達だったんですが、友達をブロックして、4年ぐらいもう話してなかったんですが、まあ今になって思うと、まあ、僕は18歳ですごく若くて、まあ若くはない、まあ子供だったんですよね。で、まあ当時は本当ショックだったんですが、まあ今思うと、僕はまだまだ子供だったんだなって思って、やっぱなんか人の過ちとかはまあ許してこそ大人になれるのかなって思って、友達登録して、またなんかコンタクトするようになったんですが、まあうち来てよっていうことなんで、まあ当時その時は部屋借りて家とかも住める状況ではなかったんですが、今なんか家があるらしくて、まあ、一緒に暮らすことになります。はい。なので、必然的に、まあ、動画投稿できないんですが、まあ、1年か2年、いつになるか分かんないんですが、また、また会える日まで、待っててくれたら嬉しいです。